ドライスーツ。ドライスーツとは、内部に水が侵入しない保護スーツである、内部に水が侵入するものは、ウェットスーツという。着用者の体が外部の水に触れることがないため、気温や水温が低い時期や、汚染された水域での着用に適している。型は、全身一体のワンピース型で、特に潜水用のものではブーツ、時にはフードやグローブまでもが一体となっている。 生地の接合部は各種の方法で水密に仕上げる。体とスーツの間に何らかのアンダーウェアや専用インナーを着用することが多いため、ウェットスーツよりもルーズフィットに仕立てる場合が多い。着脱は防水ファスナー等の水密構造を有する開口部を通じて行い、さらに柔らかいゴムでできた防水性シールにより首、手首、足首からの水の侵入を防いでいる。 スクーバダイビングに用いられるドライスーツは、レギュレータから供給された空気を、スーツに設けたバルブから内部に送り込むことで、水圧下での締め付け、スーツスクイーズを回避するととに、浮力の調整ができるようになっている。逆に言えば、スーツ内に空気を送り込むことができないスキンダイビングでは、スーツスクイーズの問題を解決できず、また先行するに従って浮力が失われ、 最悪の場合浮上が不可能になることから、スキンダイビングでドライスーツを着用することはできない。ヘルメット潜水で使用される潜水服もドライスーツの一種である。なお、セミドライスーツと呼ばれる保護スーツもあるが、これはドライスーツというよりも、ウェットスーツの一形態である。詳しくは、当該記事参照。ドライスーツは以下の2種に対別される。 ウェットスーツに用いられるのと同様の発泡クロロプレン生地を用い、体に対し、比較的タイトフィットに仕立てたスーツである。生地がある程度の保温性を有するためアンダーウェアは必要ないか、薄いものでよく、また内部に水が侵入してしまった場合でも、セミドライスーツ同等の保温性が確保できる。反面、タイトフィットに仕立てる、関係上あまり厚いアンダーウェアを着用することは、 不可能であるため、あまりに冷たい水中での使用には制約があり、また保温性を落とすことはできないため、水温が高い場合の使用には向いていない。発泡ネオプレン固有の欠点として、生地の中に気泡を有するため周囲の水圧により、保温性が変化し、またピンホールが生じやすく耐久性に劣る欠点がある。タイトフィットなため、水中での運動性に優れる利点があるが、 半面陸上での運動性は制約される。日本国内で流通するドライスーツの大多数がこの素材、形状である。エントリーモデルでは6から8万円程度、フルオーダーの上位品で20万円超というのが2012年時点での価格である。生地に防水性の布地を用い、体に対し比較的ルーズフィットに仕立てたスーツである。生地自体の保温性は、 ほとんどなく、ベッドスキーウェア上のインナーウェアを着用して必要な保温性を確保る。インナーウェアの選択次第で、アイスダイビング等の極寒環境から、水温が高い場合まで対応できる。ルーズフィットのため、水中での運動性は、ネオプレンスーツと比較するとやや劣るというもあるが、陸上での運動性は一般に優れる。また、生地の伸縮性は必須ではないため、強度や、 耐久性に優れた素材を使用でき、さらに水圧による保温性や浮力の変化がない時点がある。ネオプレンスーツとの最大の違いは重量と容積である。価格はネオプレンとさほど変わらず、むしろ流通量が少ない分、メーカー在庫等も少なく、納期に時間がかかる場合がある。また、この本用インナーウェアは、ドライスーツ専用の製品だけでなく、 日常にある普段にから選ぶこともできる。その場合、一般的には着用時に密封によってスーツと体表の間の空間の湿度が100%となるため汗を吸わないポリエステルのフリースやウールのセーター、吸湿速乾性に優れる各種化学繊維で作られたスポーツウェアの長袖シャツやタイツ等を複数枚重ね着することが推奨されている。汗を吸収する。 面衣類を中心にインナーウェアを準備した場合、面が汗を吸うことによって、薄手のスーツを通じて、海中の低温が容易に体表に届いてしまうようになるため、保温効果に劣るとされるからだが、各人の好みによってはこの限りではない。加えて、これらのインナーウェアは、フードやボタン、クリップ、ジッパー、留め金などの潜水時に、スーツ内で、 破損の原因になりうる装飾がないものが望ましい。ネオプレンスーツ、シェルスーツそれぞれの利点を活かした、ネオプレンスーツの下半身と、シェルスーツの上半身を組み合わせた製品もある。日本では、スクーバダイビング用としては、ネオプレンスーツが圧倒的に多く使われているが、欧米、特に、米国では、シェルスーツが使用される場合も多い。 スクーバダイビング以外の用途には、ネオプレンスーツが使われる場合とシェルスーツが使われる場合がある。例えばサーフィンでは、ネオプレンスーツが主として使われ、セーリングや水上オートバイ、ウェイクボード、水面デスキュー活動などでは、シェルスーツが使われる場合が多い。水上での活動に使われる場合、水圧の影響がないため潜水用スーツよりも、 簡易構造で十分な浸水防止が可能であり、潜水用としては、セミドライスーツとして扱われる程度の構造のものも、ドライスーツとして扱われている。ウェットスーツに用いるものと同様の生地である。ドライスーツ用としては、ピンホールの発生を極力避けるため、比較的硬いグレードが選択される。低水温での着用が前提となることから、ウェットスーツの場合と比較して、 鮭の発生は深刻な問題であり、強度面で劣る、スキンチは使用できない。外面はジャージタイプ、内面はジャージ、または肝タイプのものを用いることがほとんどである。発泡クロロプレンゴム生地の外面にゴムなどの非吸水性素材をコーティングしたものである。内面は通常のクロロプレン生地と同様である。表面の吸水性が非常に低いため、 汚染物質の除去が容易なこと、不上後気化熱により冷やされることがないこと等の利点があり、日本のコマーシャルダイビングにおいては主流の素材になってい、通常の発泡クロロプレン生地と比較すると若干、伸縮性すなわち運動性に劣ること、また生地が重くなることが欠点として挙げられる。高度の高い発泡クロロプレン生地であり、また内部の気泡の圧力を高めている。 通常の発泡ネオプレンの欠点である圧力による体積変化とそれに伴う浮力、保温性の変化を抑制した素材であるが反面伸縮性が犠牲になっているためこれを用いたスーツはあまりタイトフィットにできずシェルスーツ用の素材であるゴム、プラスチック等の防水性フィルムの片面に繊維質の不白を貼り合わせた素材である 軽量なスーツを製造できるが、強度面では他の素材と比べを取る。ゴム、プラスチック等の防水性フィルムの両面に、ナイロン、ポリエステル等の繊維質不白を貼り合わせた素材である。防水層が外部に露出していないため、防水層の損傷による浸水が発生しにくく、また強度面でも優れるなど、特性のバランスが取れていることから、 レクリエーショナルダイビング用シェルスーツの高級モデルには、この素材を使用したスーツが多い。ポリエステル織物などの機材に、天然ゴム、エップドムゴムブレンド、水素添加ニトリルゴム等のエラストマーをコーティングした素材である。近代的な下流ゴム製ドライスーツは、この素材の生地を未下流の状態で一体に接合した、あと、金属製のマネキンに被せ、大きな下流釜に入れて、 熱加流することで製造される。この工法によれば、部材が完全に接合するので、防水性や防水信頼性に非常に優れたドライスーツが出来上がる。表面の吸水性が非常に低いため、汚染物質の除去が容易であり、素材に吸収された水分の気化熱による、浮上後の体温損失がない。また、ピンホールの修理をタイヤチューブのパンク修理同様の方法で容易かつ、 迅速に行うことが出る。これらの利点により、欧米のコマーシャルダイビングや南極東極間地でのダイビングにおいては、主流の素材となっている。生地が重くかさばること、また製造に使用するマネキンをサイズごとに準備する必要があることから、小刻みなサイズ設定ができないことが欠点である。ヘルメット潜水に用いられる伝統的な潜水服も、この素材でできているが、蒸気とは異なり、 生地の状態で、あらかじめ下流した部材を接着剤で接合することで、製作される。表面の吸水性が低い等の特徴は同じであるが、防水信頼性の点では、蒸気の方法で製作されたものと比較すると劣る。ゴアテックス等の、水蒸気は通すが液体は通さない生地を用いた、ドライスーツがある。 激しい運動をしても群れにくい利点があるためヨット、セールボード、水上オートバイオー等、主として水上での活動になる用途のスーツに用いられることが多い。一方、水中ではその利点を得ることができないばかりか、むしろ徐々に水が内部に侵入することになるた、潜水用のスーツに用いられることは皆無ではないが、稀である。2枚の男性シートを、 エレメントで締め付けることで、水の侵入を防ぐようにしたファスナーである。耐水性により、ライトデューティータイプ、ミディアムデューティータイプ、ヘビーデューティータイプの3種に大別される。後者の方が耐水性、耐久性とも高いが、価格が高価になるのみならず、柔軟性が犠牲になる欠点がある。水面での活動にのみ用いられる、ドライスーツでは、 ライトデューティータイプのファスナーを使ったものがあり、作業潜水等に用いられる。ドライスーツにはヘビーデューティータイプのファスナーを使ったものもあるが、一般にはミディアムデューティータイプのものが多く用いられている。なお、ごく一部のドライスーツには防水ファスナーを用いないタイプも存在する。それは、王式と呼ばれる構造で、胸に大きく開いた開口部を専用の紐で縛る方式であり、 主として、コマーシャルダイバー、職業ダイバー用として、古くから使われている。首、手首あるいは、ブーツが付いていない場合、足首などの開口部に設けられる。表面は平滑で、着用者の皮膚に密着することで、水の侵入を防ぐようになっている。素材としては発泡クロロプレンのうち、特に伸縮性の高いタイプのもの、あるいはラテックスが通常用いられる。 後者の方が耐久性は劣るが、水密性や快適性、伸縮性に優れ、着脱も容易になることから、特に男性に比べて首が細い場合が多い女性ダイバーには勧められる。シリコンシールはラテックスシールよりもさらに水密性に優れるだけでなく、ドライスーツ本体に接着や縫製で取り付けられていないので一万一の破損、破れが起きた際にも、 予備シールに簡単に、ザー自ら交換することが可能である。上述したように、潜水用のスーツでは、他の部分と接着し一体化したものも多い。別部材として製作した長靴状のものが多く、用いられる。フィンキックに伴う、繰り返し用力により、特に甲の部分に劣化とそれに伴う浸水が生じやすく、シールと並び交換が必要になる頻度が高い。 一部のドライスーツにはブーツではなく、ソックスが付いていて、上から普通のマリンブーツまたは専用ブーツを履いた、後にフィンを履く。ブーツに比べると扱いに注意が必要ではあるが、スーツが軽量、コンパクトになる利点もあり、全部を裏返しにして洗うことも容易になる。本校では、スクーバダイビングにおける、使用方法について記述する。なお、ここでの記述は、 スクーバダイビングの指導団体が行う講習を代替するものではなく、また代替できるものでもない。安全上の検知から実際に潜水を行う際は、ドライスーツでの潜水についての高度な知識と経験を有する指導者の指導を受けることが強く推奨される。ウェットスーツよりも浮力が大きいため、ウェイト用を増やす必要がある。着用者の体格。 ドライスーツアンダースーツの厚みや構造によっても異なるが一般のレジャーダイビングの場合で8から1 2ラム程度最大で2 0ラム程度のウェイトが必要になる。慣れれば少しのウェイトでも先行は可能であるがそれではスーツ内部に十分な空気を入れられ本来の保温力が得られない上にスクイズ、締め付けに悩まされることになる。初めて着用するスーツの場合にはネックシール、 リストシールの開口部の小道を着用者の体格に合わせ調整する必要がある。開口部を大きくするのはラテックス製のシールの場合は適切な大きさまで切断することで行い、ネオプレン製のシールの場合には大きめの円筒にかぶせ伸ばすことで行う。開口部を小さくするためには両タイプともにシールの交換が必要である。着用前にシールの内側に タルクや専用ローション等の潤滑剤を付与する。また防水ファスナーのエレメントにパラフィンワックス等を付与して開閉を容易にする。適切なアンダーウェアを着用した後、全開にしたファスナーから大腿部までの部分を片足ずつ着用する。両足の着用が終わったら、スーツを腰まで引き上げる。サスペンダーのついたスーツの場合にはここでサスペンダーを肩にかける。 次に頭部をネックシールに通し、ネックシールを内側に折り込む。さらに手首をリストシールに通す。なお、頭部と腕の着用順序は逆になっても良い。最後に防水ファスナーを閉じると着用は完了である。防水ファスナーが背中にあるスーツの場合は、無理な力が加わることによるファスナーの破損、またアンダーウェアの巻き込みによる浸水やファスナーの破損を防ぐため、 ハスナーの開閉は着用者以外のドライスーツに知識のあるものが行うべきである。着用後他のダイビング機材を装着する。吸気バルブにレギュレーターからの中圧ホースを接続する。BCD から排気した後、ドライスーツの排気バルブより内部の空気を放出する。自動排気バルブの場合には左肘を上げるだけで済む。同時にウェットスーツ着用自動用に息を吐けば自然に、 線香が行われる。ある程度の推進、数メートルに達したところで、吸気バルブより十分な空気を内部に供給し、スクイーズを軽減、および浮力の調整を行う。浮上に関しては、膨張していく空気をどう逃がすかという点が焦点となる。その部分においては、ほとんどのドライスーツは、左腕上部に排気バルブがあり、多くは自動排気機能を備えているため、 普通に BCD のインフレーターを左手で持ちながら頭を上にして適切な浮上速度を保ちつつフィンキックで浮上すれば浮上に連れて膨張するスーツ内の余分な矢は自動的に排出され急浮上という事態は避けられるこの際に気をつけなければならないのは吹き上げと呼ばれる足元に空気が溜まってしまいそれが強力な浮力を生み出してしまって 姿勢制御ができなくなる現象である。もともと中性浮力を胸とするダイビングにおいて、水平に姿勢を安定させることが求められるが、知らず知らずのうちに足側に空気が溜まっていき、いざ浮上の段になって、水深を上げていく際に起こってしまう。対策としては、やや頭を足より上に上げる、若干斜めの姿勢で移動するのがよく、先行の前にアンクルウェイトを仕込んで、足元を重めにして、 足が下に向くようにするなどの方策も有効である。浮上後は BCD に吸気し、浮力を確保して水面移動を行う。シールに爪を立てないように注意して、手、指先の腹側で広げながら首や手首を抜き去る。この時に力が集中するとシールが破損することがあるので、できるだけ面で力がかかるように注意する。使用後のスーツは水で、 必要があれば適切な洗剤を使用して外部を洗浄する。特にシールやファスナーの部分は汚れにより劣化する場合があるのでよく洗浄する。通常はスーツを着たままシャワーを浴びることで外部洗浄が完了する。スーツの内側には着用中にかいた汗が凝縮しているため裏返した上、できれば拭き取りよく乾燥させる。海水が入ってしまった場合らは内側も洗浄する。 乾燥後の靴用を防臭スプレー等も役立つ。特にラテックス製のシールが使われている場合、乾燥後、シールの部分にタルクを付与しておくことが好ましい。防水ファスナーは完全に開け、ファスナーにストレスがかからないように、セルタイプの場合には丸めて、畳んで保管する。クロロプレン、ネオプレンゴム製のドライスーツの場合、幅広いハンガー、できれば専用ハンガーにかけて、 ブーツの底が常に床に触れる状態で保管するのが、シワや折れなどを軽減できるの好ましい。保温やスクイズの軽減を目的に、ドライスーツの内部に着用する衣服である。ネオプレンスーツの場合、発泡クロロプレン生地自体にある程度の断熱性があるため、比較的薄手のインナーウェアで十分な場合が多く、ドライスーツのインナーウェア専用ではない。 フリースやジャージが用いられることも多い。一方、シェルスーツの場合、生地の断熱性は一般に不十分であり、ダイバーの体温保持はインナーウェアに依存することになる。そのため、潜水する水温に応じ適切な断熱性を有する、多くの場合は専用のインナーウェアが着用される。登山時の下着と同様、綿素材のインナーウェアは、休暇に伴い断熱性が著しく低下する。 ことから好ましくない。また、インナーウェアを着用しないことや、素肌が露出する、インナーウェアは、汗の成分を、ドライスーツ内部に多量に残存させ、頻繁なクリーニングの必要を生じさせることから、推奨されない。吸気ワルブとレギュレーターを接続するためのホースである。取り回しの関係から、一般に、PCD 用のものよりも、若干長いものが使われることが多い。 吸気バルブ側の形状に合致したカップリングのものを選択する必要がある。足首に装着する 500g から 1kg 程度の内部に鉛の散段が詰められた柔軟なウェイトで目的はウェイトの分散、下半身の安定である。両足首にフットバルブがある場合には吹き上げを起こしにくいため必要性は下がるがウェイトの分散という意味からも不要になるというわけではない。 ドライスーツを着用する場合、ウェイト量は一般に多くなることから、腰への負担や潜水中の意図しないリリースによる急浮上のリスクを軽減するため、通常のウェイト用ベルトに加え、ベスト型のウェイトを併用、ウェイトを分散することが望ましい。なお、必要な場合はウェイトを分割して投棄できる機能を有する、ウェイトベストあるいはこのような機能を有する BCD を用いる場合は、 全てのエイトをそこに集中させ、ウエイト用のベルトを用いないこともある。基本的に、ドライスーツ注文時の追加機能で、リストバルブとフットバルブがある。リストバルブは左右どちらかの手首付近に装着するバルブで、排気が容易になる。フットバルブは両足首に装着するバルブで、ヘッドファースト先行が容易にでき、危険な吹き上げトラブルを防ぐ効果がある。両者とも、 排気しないようにワンタッチでロックすることもできる。低水温の際に着用されるというドライスーツの性質から保温性の高い発泡クロロプレンキ磁性のものが多く用いられる。また特に水温の低い場合、また汚染水域用として水密性のリングを用い袖口に取り付けることでスーツ本体と一体化し内部に水が侵入しないドライグローブと呼ばれるものもある。 ドライスーツが用いられる程度の水温では、フードの着用は必須である。通常は、ウェットスーツ着用時に用いるものと同様の、スーツ本体とは、別仕立ての発泡クロロプレンキ時製のものが用いられが、特に水温が低い場合や、汚染水域用には、ドライスーツ本体に接合し、首元からの水の侵入をなくしたものも用いられる。 汚染水域用としてはさらに表面が平滑で汚染の除去が容易なラテックス製やゴム製のフードが用いられることもある。ドライスーツを着用したまま尿を排泄するための装置である。潜水時間の長いテクニカルダイビングではよく用いられるがリクエーショナルダイビングで用いられることはあまりない。スーツの内外を連絡するためのポートと授尿機とポートを接続するためのホース。 外部の水の逆流を防ぐための逆流防止バルブと、ホース内外の圧力を均等化し、ホースのスクイーズを防ぐための一方通行バルブからなる。尿は授業機ホース逆流防止バルブポートを経て、スーツの外部に放出される。授業機としては、男性はコンドームカテーテルを、女性は陰列を覆うように装着する専用のアダプタを用いる。なお、スーツへの加工が不要であり、 また入手性に優れる点から、P バルブに変わり紙ムーツが用いられることも多い。ブーツサイズ及び厚みの関係で、ウェットスーツ着用時とフィンを共用できない場合も少なくない。したがって、多くのダイバーがフィンを使い分けており、ドライスーツに適したフィンも市販されている。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。